緒にいる感じで見ていただければ嬉しいです。去年は思いたくさんさせてしまったんですけど、今年もいろんなことを挑戦したいなと思います。最後の最後にめちゃくちゃに痛い治療をしてしまいました。覚えてますか？脱毛の動画で出てきた子です。お尻の穴に針を刺したわけじゃないんですけど、お尻の周りの毛を脱毛するのに、まあ、リアルを使うことはできないので、再現してしまいました。また脱毛見たいって言ってくれる方もいらっしゃるので、そのうち撮りたいです。でリクエストも結構いただいてるんですけど、すごい調子が良くて、あ、やりますやりますってめっちゃ簡単に言っちゃうんですけど、応募できてないんですよ。本当に申し訳ございません。あのやりたいっていう気持ちはすっごくあるので、はい、そのうちやります。今いただいてるのがいろいろあるんですけど、脱毛マッサージとかですね、あとなんだろう、小児科とか、あと耳かきとかですね。たくさんあります。去年はずっと忙しくてあんまり動画を上げれなかったんですけど、今年は頑張りたいなって思ってます。趣味のものとか今まですっごく内向的なのでずっと一人でやってたんですけど、欲しいとか可愛いとか言ってくれて、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。
ものが撮れてるよ。クリスマスとかみんなどうしてました？私はもちろん仕事でエステサロンにいました。デート前のフェイシャルと後脱毛もしよかったら教えてください。どっちも好きかな。ちょっとわからなくて、だいたいいつも迷ってるんですよ。みんな他の動画作ってる方はもう自分の設定とかいろいろあると思うんですけど、全くないので、もしよかったらアドバイスください。参考にします。
好きなラベンダーのエキスで作られたものらしいです。あ、いい匂い。
商品使ってるんですかって言われてるんですけど、家ではワセリンですね。もうこれだけです。他のものは処分しました。化粧品の前に塗るやつとかあるんですけど、もうそういうのをいっぱいやりすぎると逆にお肌が潤い出すのをサボってしまうので、あんまりつけないようにしてます。これだけ。唇
雑談でした。おやすみなさい。